皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は山梨県は沢田屋さんの黒玉をいただいてみたいと思います。ちょっと見た目がですね、赤と黒でできていて強そうな見た目となっております。青えんどう豆をベースにですね、作られているものみたいです。ちょっと初めて食べてみますので、では開けてみたいと思います。黒玉をめくって、おお、思ってたのと違う。丸いあんこ玉にして香り高い黒糖をおかけした風味豊かな和菓子だそうです。では早速黒玉をまず出してみたいと思います。こういう入れ物に入ってますね。一個ずつ黒々してます。出た。では半分に切ってみます。わ、気持ちいい気持ちいい切り心地です。あ、見えますかね。黒い周りはあんこですけれども、中は確かに緑色ですね。青えんどう豆でしょうか。お豆のお菓子なんだ。あ、すごくお豆感がありますね。いただきます。これはいわゆるあんこ玉ではなくて、お豆好きにはもうたまらないお豆玉です。青えんどう豆がですね、すっごくお豆感を出していて、見た目よりかあっさりした甘さですごく美味しいです。和菓子なのでもちろん甘いんですけど、すごくあっさりした甘さで食べやすいです。あのね、甘さが足らないわけじゃない、本当にちょうどいいあっさり加減の甘さですね。あんこは周りにかかってるだけなので、さほどあんこを感じません。見た目ほど。あ、これは美味しい。ちょっと朝のコーヒーと一緒にいただきます。皆さんもぜひ山梨にお越しの際は沢田屋さんの黒玉召し上がってみてください。お豆好きにはたまらない一品でした。ではいってらっしゃい。